2019年の誕生日に出産を発表されたじゃないですか。出産を誕生日に発表しようと思ったわけ。ちょっと聞かせてもらっていいですか。別に他の日でも何でもよかったんだけど、新しく記念日作る記念の日ってか、あれさ、入籍日と一緒だから。おお。入籍日もうちの誕生日にしたから、うん、全部そこにただまとめたっていうだけ。あ、その前だから安定期入んないとさ、あれ発表したくなかったから、入った後だとだから誕生日が多分一番近かったんだよね。だからそこにした。なるほど。出産の感想も聞きたいんですけど、めっちゃ痛かったですか？めっちゃ大変。やっぱそうっすよね。マジで大変。だからうちなんかその通常分娩って普通にさ、ほら無痛でもなく、まあ帝王切開もせずに普通に産んだんだけど、それでもね、まあ筋肉多かったからかな、その陣痛でお腹痛い痛いってる間にその子宮口っていうのが開いて、まあ、赤ちゃん出てくる準備っていうのがなるんだけど、陣痛の割に全然開かなくて、それが筋肉がありすぎてなのか分かんないけど、それは個人のあれなんだけど、分娩時間というか入院してからね32時間後なんだよね、うち生まれた。そんなにそう、やばー。うち予定日が3月1日だったの、で1日のもう夜で、あーじゃあ今日何もなかったねみたいな、寝ようかみたいになってたら、あーちょっとお腹痛いかもみたいになって、2日になってちょっとしてから入院したのね。だから2日まるまると3日なって午前中かまではずっと。え、その時間、寝れなかったってことですか？寝てない寝てない寝てない。32時間？うん。やっぱ眠さもあるじゃん。だからその陣痛って本当に波なの。いたたたたたたたって何もなくなって、いたたたたた何もなくなって、何もなくなった瞬間に一瞬落ちてるみたいな感じ。だからすって、うん、多分いつの間にか寝てて、でまた痛みで起きてみたいな。だんだん波が速くなるんですよね、この感覚が。そう、最初はそう、そんな普通に生活してて、いたたたたって時だけこうなんかこう歩けない感じ、いたたたたたみたいな。で、あ、なんでもないなんでもないって、いたたたたみたいになってんだけど、波がそう短くなってからは、でもね、ほんとなんか練習とかもさ、きついとこあるけど、ゴール見えるじゃん、3時間練習すれば終わりじゃん。ゴール見えないのエグかった。エグいっすね。いつまでこれみたいな。すごい。だから生まれてから普通さ、赤ちゃんとこうご対面じゃないか、うん、あるじゃん。それよりももうなんか疲れちゃってさ、生まれましたよみたいに見せてくれてんだけど、あ、はいみたいな。いやでも32時間はやばい。はい、最初その生まれて部屋戻ってからもうまず何したって寝たよね。あ、そうですよね。うちの妹助産師なんですよ。あ、そうなの。立ち会ったことあって、お姉ちゃんのに超感動したんですよ。なんか子供が生まれる瞬間って、へえ。でも産んだお姉ちゃんはもう産みたくないみたいな感じなんですけど、でも2人目産んでるんですよ。しんどかったし、もうやりたくないって思うけど、あの感動はもうまた産もうってなるみたいな。そうね。だから1人今産んでさ、あの時とかもう二度とやるかと思ったんだけど、その息子のさ将来とか考えたりとかするとさ、兄弟ものとか考えるけど、それが母親はすごいなっていつも思ってます。世のお母さん全員すげえと思った。いやすごい、マジで誰一人尊敬する、本当に。これは産んだ人にしか分かんないらしいですね。うん、そうね。出産を経験した瞬間に思うと思う、世の中のお母さんのすごさ。産む時もすごい大変やけど、生まれてからも大変じゃないですか。だから超大変だった、その新生児。